どうもー。本日も家で過ごそう。愛のピースでしゃれようをご視聴いただきまして、あり,ありがとうございます。愛の YouTuber、アイプープです。えっと、今回は2月11日土曜日に行われました。新日本プロレス大阪大会のね、カードの感想。えー、これやる予定なかったんですけど、 あんまりにもね、いいカードが揃っていて、私結構見,見ちゃいました。ね、まあぶっちゃけ、ジェイとヒクレオどっちが出てくるのっていうのが、たの、やっぱ醍醐味だったと思うんですけど、結構、ま、マッサー・ワトと、ね、あの、石森の試合、成田、エルデスペラード、鈴木みのる、と、あと、VS、なんだっけ、拷問の館と、まあ、ヒクレオ vsj. まあ、これはもちろん。あと、あの、たまとんが vs。あの、エルファンタスも。岡田 vs 高木。あの、いいカード揃ってるなって。ね、私ね、ライブ配信、自分のライブ配信があって、まあ、岡田 vs 高木は、あの、アーカイブで見ました。まあ、ね、本当に、どの試合も良かったなって、ね、思います。 で、じゃあ、一個ずつね、ちょっと簡潔にね、話していきたいなと思います。で、マッサーワト、石森。ね、うん。やっぱ、ワートがいいなーって、なんか、その、ヤングライオンの時とか、その、外出した時、あんまね、マッサーワトって、うーん、パッとしないなーなんて私も思ってたんですけど、ね、本当に、今、ヒロムとか、 ウェルデスペとか、やっぱ石森とやっぱね、対等に戦えるだけのやっぱ力ついてるなと。やっぱ本体にいるから、ちょっとキャラがね、薄いような気がするんですね。なんでね、なんか、やっぱどっかの別ユニ,ユニット行った方がね、もっと彼輝けるんじゃないかなって。うん、私として大地の軍団とかがいいんじゃないのかなって。 思いますね。まあ、ケオスもいいのかな。でも、ケイオスって合ってないようなもんだし。ね、本当に、なんか本体にいるのもったいないかなって。もっといいキャラ出してほしいなって、ね。本当に、ー、ま、トがん、わと頑張れ、わと頑張れって。ね、東京ドームで、ね、本当にいい大剣としてたんでね、ジュニアの活躍かしてほしいのになーって。 うーんーね、やっぱ石森に勝てないのかなって、一回勝ってたらやっぱ次負けるなっていうのがあるけど、私最近マダンなんです。あの、試合結果見えていても、その試合の内容、いかにね、私たち、ね、やっぱ、なんだろう、視聴者さんに,にね、あの、楽しませるかっていうプロレスするのが、やっぱ、プロなんだなって、ね、すごく思いました。ちょっとね、この、 ねえ、なんか、動画撮ってて、うん、その最初のね、予想、ロスインゴの予想とか、あの、東京ドームの予想すごいバツったんですけど、ね、あの新、東京ドームの結果が200っていう再生回数出てるのに、その後のジェイのとヒクレオの試合のどうなるかなとか、あと今後の あの、結果とかもね、あんま視聴回数稼げてないんで、もうちょっとね、あの、どっちが勝つかっていうのを分かっていた上で、その、試合の結果を見て、ああ、いい試合だったなっていうのをちょっと意識してね、やりたいなと思ってます。で、次、ね、成田、エル・デスペラード、鈴木、VS、あの、ごモンの館なんだっけうん、分かんない。あんま興味ないんで。だからね、ほんとかったですね。 なんか鈴木実はなんかヒールレスラーみたいな立ち位置だったのがベビーフェイスになりたいみたいなのって感じだったんですかね。わからんですけど、なんかそういうのがね、なんかすごくね、エルデスペもそうですけど。でね、やっぱ成田。やっぱこの鈴木実はやっぱとエルデスペがやっぱ成田を立たせている。 っていうのが本当に素晴らしい。でね、やっぱどんどんやっぱこれから、もうん、ナイタも言ってたんですけど、世代交代。まあこれ本当に言っていいことだろうなって思うんですよね。やっぱ海野翔太もうん、やっぱ棚橋のモノマネしてて、うん、あれですけど、やっぱ海野も結構いい体してってるし、やっぱヤフコメとかも評価も高い。ね、うん、まあ棚橋の真似をするんではなくて、やっぱ何か、自分のね、 なんか、プラスになるようなこと自分のキャラを出すまあ、その、ね、成田は、まあ、確かに柴田の真似してますけど、やっぱミノルと合体することによって、自分のああ新しい何かを生み出そうとしてる。ね、あの、結構みんなさん、成田を期待している人、絶対多いなって。ね、本当に私もワクワクで仕方ない。まあ、このね、やっぱ、無差別級六人、ダックだっけ のベルトもあるんですけど、やっぱ成田はね、ネバーとかに行ってほしいなって。まあ、世界ヘビー級チャンピオンとか、US ヘビーとかはちょっと違うけど、やっぱネバーだよなって。ねえ、まあ、タマトンが持ってますけど、ね、やっぱ行ってほしいなって。まあ、あと、ザックにリベンジでもいいしね、もうワクワクですね。これからの成田選手の、ね、活躍。やっぱミニオールス、 いやね、エルデスペから学べるものは本当にたくさんね、締め技もだし、エルベスで投げ,投げ技もすごい、よくあるしね。えっと、メキシコのムチャ、無茶無茶でしたっけねそういうのもやっぱ慣れたらちょっと取り入れてもいいんじゃないかなって、私は思います。で、はい、この試合が、ね、今回のメイン。ヒクレオとジェイ。ねやっぱジェイかーって感じだったんですけど、読めなかったですよね、最後まで。本当に。 その、J がね、いつもみたいにね、ナイト、で、岡田と、なんか J でやった時みたいな、J じゃなかったもんね。ほんとにもう感情っていうのか、もう、やっぱ今日で最後だっていうふうにの出でたのかなって、うん。でもやっぱ J だったら J でもっといい試合ができるなって思うと、やっぱヒっクレオがね、やっぱ、あれ、まだまだなんか力がね、 これからやっぱの選手なんだなって、ヒくれよ。うん。なんでね、やっぱ、ね、やっぱひくれ頑張ってほしいなって。ね、やっぱ日本でいっぱい学べることがあるから、俺はここで頑張るんだって。ね、いう発言もやっぱ素晴らしかったなって思います。でね、やっぱ、なんだかんだ J とひくれよってね、いい関係だったんだなって。そのやっぱ、ブックではね、やっぱ敵対したって感じだったんですけど、 なんだかんだその、ジェイの顔とかヒクレオの顔を見てると、その、ジェイはやっぱヒクレオのことすごい期待してたんだなと。期待してるか。ね、それで、あとは、任せたぞって、ね。<laughs> ケニーがなんか去っていく時のね、誰に言ったんだっけ。あの、ジェイとかね、オスプレイに行ったかのような感じでしたね。ヒクレオね、頑張ってほしいな。やっぱ2メートルでね、WWE 行くっていう噂があったんですけど、 ね、ひくれを残ってくれて、っていう。でも、どっちも残ってほしかった。もう、ジェイがね、もう、最後、本当に私もう、るうる涙出てきて。で、ヤングライオンの時からの生え抜きの外国人選手、ジェイしかいないし、ね、ほんと、こんなに外国人選手で愛されたの、ジェイ。かなって。なんか、話を聞くと、ヒールをやってんのがすごい辛かったって。ジェイ、私ね、あの、まだ、プロレス見始めた時、 だったんで、その J のことよくわかんないんです。まあ、ちょうど J が旅立つ前ぐらいかな。2015年から見始めて。ねうん。ですがね、やっぱ J って本すごくね、優しいやつなんだなって、ね、思いました。うん。なんて言うんだろうななんか。うまく言葉では言えないんですけど、ね本当なんか、難しいなうん。でも本当に、やっぱこれぐ、 なんか、下道って本当にいるのかなって。でもやっぱ、下道がいるからこそ、やっぱ岡田があって、J がある。やっぱ、ゲドってね、本当に欠かせない存在なんだろうなって。<laughs> って、思います。本当に J ね、うん、私、やっぱ、その海外とかで放送されるね、なんか新日の試合とか、多分絶対 J ね絡んでくると思うんでね。やっぱ 新日が育てたね。やっぱ外国知人選手だから、新日も大切にするし、多分これ物価ってか WWE 行くんだろうなって思ってるんですけど、なんか J は、その、まあアメリカにその奥さんっていうのが恋人がいて、なんか難病を患ってると。だからか、外国、アメリカの方がなんか、自分にとってなんか、あの活動しやすいとか、もうそういう希望もあるみたいな、 噂をちらほら聞きます。ね、ほんと J に頑張ってほしいな。本当に。なんかバレットクラブの、やっぱ歴代のね、リーダー。まあケニーとか好きなんですけど、私は。でもなんだかんだやっぱ最後のね、終わり方。やっぱ一番良かったの、やっぱ J かなって。やっぱ AJ4 回頭下げて、ね、東南シャーペイと。うんって下げてね、行きましたけど、やっぱなんだかんだ J が一番良かったな。 うん、やっぱそれだけ日本、てか新日本プロレス、あ、そうだ、思い出した。え、ね、俺は、ね、あなたのことを家族と思ってるって。いや、もうこれがもうすべて、ね、物語ってんだって、ジェイが、私たちのことを、えー、っと、やっぱ大切にしてた。ね、好きでいてくれた。田橋選手にもやっぱ最後グーやったし、なんだかんだやっぱ心は本体とかベビーフェイスだったんじゃないかなって。 全部やっぱ感じさせてくれましたね。うん。もう抜かないでくれ、ジ本当ほんと。<laughs> これこそやっぱスイッチ、ね、ブレードランナーして裏切ってほしいってことです。ね、次。ね、あの、タマトンガとエルファンタズも、この試合ってなんか、 ジェイがバレクラ抜けて、エルファンタスモがリーダーになりますよ、みたいな展開の試合だったのかなって、その介入とかして、って思ったんですけど、なんかな、そういうのなくて、ね、本当に、なんかいい試合だったなーって、エルファンタスモが、あここまでやれるんだなって、すごく感じたのが、やっぱ大きかったのと、やっぱ頭のね、やっぱすごい、うーん、なんか、 ベビーフェイスとしてね、やっぱすごい人気得られてる。やっぱ元産決まった時、わーってなるんじゃないですか。あれがね、やっぱ、今回はやっぱ東京ドームと違って30分の試合だったから、本当にやっぱ玉トンガの、やっぱ良さがすごく伝わって、やっぱこれを、やっぱ東京ドームでやるべきだなって、本当に私はそう思う。ね、こんなもったいないよ。なんか10分でって。 やっぱ、これをなんか、その東京ドームの試合を、なんか、払拭するようなね、やっぱいい試合、玉ンガが見せてくれたなーって思います。もうん、本当に、ガンスさんに対する思い、バルクランに対する思い。うん、やっぱ玉ドンが、ね、すごい大切にしてる。あの、WWE 行くかもしれんなって言っとるし、けどや、やめてくれよ。ね、WWE がね、俺の、 ドアのノック叩いてると。と本当にそういうのやめて。新日本プロレスの、ね、選手で。おっと、忘れてた。ねえ、本当に、あの、チキン美味しすぎて酒忘れることあるんですけど、話がうますぎて、ねチキンすら忘れるなんて言いませんね。ちょっと、祝貼っていきましょう。はい、ルネッサーンス、シャレッツー結構、ライブ配信とか、うちの YouTube や、家で過ごうそう。愛のピースでシャレッツ やってるんで、ね、プロレスの話したいなって思っております。結構今ね、シャレオチャンネル、えっ、ーえー、と、家族総合、家族総合、創造っていうのがあって、ね、やっぱ今まで来ていたラ,ライブ配信のリスナーさんがね、ちょっと離れていきつつあります。ですがね、私はそれをマイナスには捉えなくて、やっぱプラスに捉えたい。 ね、今まで来ていた人がいて、なんかライブ配信来づらかったなーって。でも、ね、新しい空気がやっぱできることによって、今までちょっと入りづらかったなって思う人、どん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 来てほしいなって思います。やっぱね、あなたの力で私のチャンネル、新しい風吹かせてください。ね、何にとぞよろしくお願いします。あなたとね、プロレスの話、楽しくできるの。 心からお待ちしてます。うんじゃあ、ちょっと食べましょう。いや本当に。腹減って仕方ない。この後ね、ちょっとマッシュルのね、動画編集して載せます。今日が2月の16日か。えー、このチキンつまみ食いながらね。うん、うん。うーん。うまい,い。腹減って仕方なうん。うん、うん。うん。 こういうものね、食べてね。ね、悩むな。体鍛えろ。金、貯めろ。ね。やっぱね、意識していきたいなーと思います。でも、こういうもの食ってるから、マニマニマニー。マニマニー。金バラエティー。<laughs> ね、常に貧血してる。金の雨が降るぞー。 ね経済回ってますね。ほんと、もうちょっとね、意識してね。今日は、生姜焼きとかってね、やらんとかあんのに、ね、うっしろ。ってことで、最後。向ん、こわ高木。いや、よかったな、マジで。あのー、前のその、内藤と、あの、金合の試合もよかったけど、やっぱね、ごめん、あの、ロスインゴね、最近、 内藤ではなくてね、高木の方が好きだ。<laughs> ね、本当に、高木の方が勢いあるなって。その、やっぱ内藤が、なんか、いるから、やっぱ俺は遠慮しとくよっていうサムダみたいじゃなくて、高木みたいにガツガツ来て、ね。ベルト、どっちかが挑戦するかだって遠慮しないで、高木って、もう取りに行くぞーって、来た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 ーってやつじゃないですか。いや、よかった、マジで。 でもね、ほんとに、あのメインドインジャパン、バンピングポンバー、ラスソブザドラゴーン、あのまば、あ、ー、ずっそいってなっていましたね、私。でもなー、決まんないのえー、あー、もう、ダメだー、って、うん。やっぱ最後の必殺技かわされたら、うん、勝てないよ、って。 岡田のレインメーカー、何発も何発も出るでしょ。でもね、やっぱ最後のなんか流れがあるじあります。変形パイルドライバーって言うんですね。岡田の最後のレインメーカー放つ前のやつ。いやー、なんかわ、あれね、どういう技名なのか分かんなくて。ね。ね、あのー、なんだっけ、ツーブストーンパイルドライバーじゃないんですよね。でも変形パイルドライバー。ね、あれ打ってレインメーカー、やったら、 絶対岡田の勝ちだし。ねえ、うん、ー、あ高木カットしかったな。岡田が持ってて、なんか、その、IWGP 世界級ヘビーチャンピオンのベルトが、なんか面白くいい展開ができるのかなって。ないしけど、ね、やっぱ高木が持ってたら面白いだろうなって。今すごくある。でもやっぱあれじゃん。11年前。 大阪とかって言って、なんか、田橋と再戦するじゃないですか。いやー、田橋健太でけん、田橋勝ったじゃないですかね。なんか、あるだろうな、なんて思ったんです。うん。でね、やっぱ、田橋選手にね、やっぱ IWGP 行ってほしいな、って、世界級。いや、本当に田橋、年とか、さ、うんねもう、そういうの置いといてさ、もう、もう一回ぐらい巻いてくれよ、って。 もう、本当に、やっぱ、新日本プロレスの選手といえばって、なると、やっぱ、一番は岡田じゃなくて、やっぱ、棚橋師しょって、言うぐらい、本当に、もう、棚橋頑張ってほしい、マジで。うん、ね解説、最近、本当に解説席座ってること多いけど、棚橋、まだまだやれるでしょって。ね、もう、ハイフライフラ、ホロハイフライフロー、2回目、ちゃんと。 決めて。ね。で本当になんかね、良かったですね。岡田と高木の試合。うんん、あの J とね、岡田の試合がなんかやっぱあんまだったなーっていうのがあっただけに、すごいバチバチしててよかった。うん、でもやっぱ岡田のね、あの、技術の高さってすごいなっていうか、その、だからリング外で岡田って結構相手の投げ技食らう でも、なんかそういうことができるプロレスラーって、い、ないっすよね。岡田って全部受けて、それでも勝つっていう、やっぱ、並大抵のこと、人じゃないとできないなって。それをやっぱ、やり遂げるのが、やっぱ新日本プロレスの、やっぱ看板選手。ね、岡田和地か。まあ、ジャンプで言えばワンピース。うーん、私、岡田を課題評価しすぎてるんですけどね。 ただ、ちょっとやっぱマイクパフォーマンスとかが、やっぱ、ね、しょっぱいじゃないですか。金の雨が降るぞーって、みんなで、金の雨が降るぞって言わないし、ロース・イン・ゴベルナ・ーブレス・でハッパーンとかってなるしね。あの、た端の、皆さんああしてまーすっやっぱ、合唱がね、あるようなマイクパフォーマンス。岡田和知香選手やってほしいなって。 思いますね。やっぱそれでバーってなるから。ね、うちのライブ、ちゃい、うちのライブ配信もやっぱそういうのすっげー意識して。プロレスルーツでやってます。ね、本当に。いやー、高木、頑張ってくれ。本当私、漢字間違えてごめんなさい。ね、あの、ショート動画あ上げたんですよ。その日に高木選手、<laughs> IWGP 世界ヘビー級チャンピオン、ね、おめ、 あの、おめでとうございます。あれ、漢字間違えてたから、負けたんだ。<laughs> いやー、皆さん、この度は、本当に申し訳ありませんでした。パシャ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 。ってことで、私の2月11日、大阪の試合のね、こと話させていただきました。今後ね、バレットクラブのリーダー、本当にエールファンタズムがなるかどうか、ちょっと楽しみだなーって思っております。 で皆さんも、もしよかったらね、プロレス好きっていう人、ね、コメントください。私めちゃくちゃね、嬉しいんでね、プロレスの話をやられてると。なんでね、一緒に、まあ、あの、プロレスの話して、ちょっと盛り上がりましょうっていうことで、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。